大関池袋池池大関。お疲れ様です。おはようございます。いや、なかなか朝早い時間から今7時半7時半ですね。で、はい、今走ってるのが、はい、東北道。東北道でもう佐野も過ぎて栃木ですね。うん、はい、栃木ですね。はい、どこに向かってるのかっていう、うん、本当ですよね。テスラを走らせ、はい、はい、そんな大関さんに、はい、ちょっと大関さんが会社をやった時に、はい、こんな面白い社員いたよ、あ、新入社員、うん、でこんな人いたよ、うん、っていうのをちょっと聞きたいです。はい、なるほど。うんとね、まず印象に残ってるのは、新卒なのに、はい、もうてっぺんが剥げちゃってる子がいたのまあ、ある種そうですね、卒業してるっていうか。でもね、はい、なんでそいつを入れたかっていうと、ね、今日面接していただいて、それまで分からなかったの、はい、今日面接してて、はい、いや、面白いなと思ったんだけど、はいはい、面白いなぐらいだったので、今日面接していただいてありがとうございますって言った瞬間に、はい、こうやった。あ今日はカッパの部分を隠してやった、はいはい、おおっと思って、これはこれはと思って、ちょっと待ってと、はい、延長戦ですよ、はい。もう面接で延長戦ですよ。君ちょっと待ってください。それはね、はい、隠してるのか、はい、ネタでやってるのか、ね、はい、どっちなんだと。はい、もう止まんないよね。はいはい、もう止まらない。はい、そしたら、いや、隠してるつもりだったんですか。で言ったの、はい。で、隠れてないよ。そうですね、隠れてないよ。はい、で、これ完全に、はい。ネタだとしたら合格だよって何すか、卑猥な部分だと思ったんですか。分かんない隠しちゃったってことか卑猥な部分だよ。もうその場で内定ついてる。そうですね、これからはそれをネタにしながらと、はい、うん、こういうもんなんですって、ね、すごく良かったそしたらその社員うちに入って、はい、でめちゃめちゃ大阪から来たこの人、はいはい、野心があって、はい、もう入社8ヶ月ぐらいしたら、はい、大阪に支店出さないって、自分はそこの支店長やりたいと、はい、言い出して、でうちに社内ベンチャー結構扱ったんで、社内で何か提案が通ると会社作れるっていう制度もあったんですよ、はい、で社内ベンチャーの一環で支店も面白いなと思って、うん、1年2ヶ月ぐらいして、はい、社内ベンチャーで通って、はいはい、行きましたね。で、その時もあれですね、お客さんに、はい、てっぺんハゲとかいろんなこと言われながらも、はい、それを頭をもう24とかでも若ハゲなんで、はいはいはい、武器なんですよ、はいはい、それで売ってるの。だから世のハゲたおっさんたちにめちゃめちゃ気に入られてて、そうっすよね、面白いねってなりますよね。自分これで23なん23なんすよっつってもう一回やってよってそうちょっともう一回見せてみたいな。そう、はい、そんで独立して、はい、結局今は自分でやってます。はいはいはい、はい、早かったんですよ。だから社内ベンチャー開始して大阪支店長やって、はい、ほんでもうすぐ独立して、うん、っていう感じですね。もちろん職務とかもせず、職務なんてしないじゃん。なるほど、もうそういうこと。そこはもうじゃああれだったんですね。弱点ではなく本当に強みだったんですね。強みっていうかね、強みにしたんですね。もうそれね、多分ね、もしかしたら戦略だったのかもしれない。どうなんですか、でも大関さんのリアクションで、うん、これはいけるってことじゃない。さすがもしかしたら、うん、点点点だったもんね。はいはい、もうえみたいな、えみたいな、はい、点点点っていう感じで、はい、っていうのがまあそのきっかけでいけると思ったんじゃない。やっぱそれを武器にしないよって俺も散々言ったから、はい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 、うん、これ面白いんだみたいな。そう、あ、今までは卑猥な部分を隠してたっていうのがなんか変わった瞬間だったのかなっていう。でそれが一人ね、はい、まあいい例というかその、うん、はい、ダメなやつダメなやつね、まあまあ両極端の話言うと、うん、ダメなやつね、特定できない部分で。そうだね、はい、ダメなやつって天才肌かもしれない人がいるんですよ。あ、要は面接ですっげえこいつダメそうだなってやつの伸びしろって測りたいと思わない、はいはい、まあそうですね、はいはい、どこまでどうなんだろうって、うん、はい、そうそうそう。だから
面接の時に何て言うんだろう、どの程度のダメさっぷりなのか、うん、例えば今から大事なこと言うから、はい、ちょっと紙に書いて言うと、はい、もうそれほらってすぐ書く人と、はいはい、あとまあもた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 、はいはいはい、カバンから出す出さないも含めて、ペン貸してくれませんか、そうそうそうだね、はい、そういうところもあるんだけど、なんかそのでも俺はそのあペン持ってきてないんですとか、そっちの方が逆に好きで、はい、あ逆にはい、うん、逆に好きでみたいな、うん、例えば社内研修が始まりました、いざ採用しました、はい、社内研修始まって、はい、あの3度ぐらい同じこと繰り返すやつってやっぱりダメなんですよ、はい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 、だけどその教える側も3度言って教えれなかったっていう、うんうん、3度言ったのにこいつやらないっていうことは矢印はこっちなんですよ、はい、逆に、うん、でよく3度やってもこいつダメなんで、もうクビにしましょうよとか言ってるようなね、やっぱ管理職の人がいるかもしれないけど、3度やってダメな方が伸びしろがあるっていう考えを持とうとした時がある、はい、持ってるつもりだったんだけど、はい、みんなに言ってんだけど、こいつダメだろうっていうね、はい、やつがいて、俺の秘書なんですよ、はい、浜本くんっていう人だって、名前いいんですか、だよね、いい子いい子、はい、うん、浜本くんっていいんだけど、あれが僕の秘書で、実は上田さんとかも来てて、うんうんうん、で社内研修でももう優等生の、はい、社内研修でも優等生で社外精神も半端じゃないの、はい、だけどうだつが上がんないから俺の秘書になったなるほど、もう行く部署がない、はいはいはい、行く部署がない、もうどこでも失敗するの、でも会社は好きと、うん、はい、でもその失敗の具合がやばいのよ、はい、例えば1億1000万の物件の資料を作るのを1100万で出した、はい、なんと 90% オフ大ジョンボ10分の1 で出しちゃって、もう買いが殺到しちゃってもう買いますよ、はい、もう、みたいな、買い付け証明を持って歩いて、はい、来た人もいたし、何か来ちゃって、はい、大変なことはもう一番ですか、はい、一番乗りが買えるから基本的に、はい、一番ですよね一番ですよねって来ちゃって、はい、まあそういう人間がいたんだけど、何やってもうだつが上がんなくて、はい、でもう俺の秘書やっても要は大事なね、はい、アポイントとか入れてんのに、はい、全然時間が近かったりでお客さん待たしてしまったり、はい、だから自分で時間の管理、俺は自分でする、はい、何をする、はい、どんどん仕事がなくなっちゃうの、はい、俺には秘書いらないのよ、はいはい、秘書はいらないし、で運転手として、はい、じゃあ使おうと思って、はい、運転手したんだったけど、でかいのよそいつ、はいはいはい、元陸上自衛隊の、なるほど、超汗っかきです、はいはい、だから夫婦言いながら運転するのはね、なんかすごく居心地が悪い横に乗ってて、横に乗ってて、うん、後ろに乗ってて、そうそうそう、そんで、ね、なんかどういう作業ができるのって言ったら、はい、やっぱりなんかこうずっと入力とか与えられたこと、はい、だから要は例えばベルトコンベアに、はい、ベルトコンベアに何かが乗ってきて、そこに部品をポンとつける、はいはい、その繰り返し、はい、うん、ができると、はい、こいつあれだなと思って、ちょっと一回さって、騙されたつもりで、はい、ちょっと俺が指定する病院行ってみようよっつって、はい、一緒に行ったの、はい、それが、まあ、精神病院なんだけど、はい、ちょっと最近疲れ気味だから、はい、ちょっと診断してみてって、はい、俺の知り合いの先生がいたから、はい、ちょっとアスペルガーの診断チェックしてくれと言ったら、はい、もうどっぷりアスペルガーで、あー、うん、どっぷりアスペルガーだからやっぱりもう、ね、はい、言われてることは分かんなくて、あと、はい、言ってることがなんか二重したり、理解がだからその乏しいというか、そので、はい、人が良かれと思ってることを、うんうんうん、こう良かれと、あ、彼は良かれと思ってやってることが全然ダメだったり、はい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 、俺一度胆のうを取ってんのね、はい、で胆のうがんになったの、はい、で師匠にはもちろん言って、はい、胆のうがんだから入院するってなったら、その次の日みんな深刻な顔して、はい、大関さんやばいんですか、やばいんですか、はい、癌なんですよね、はい、全部バラしちゃったりしちゃうのよ、あーはーはーはー、だから癌だから、はい、みんなで慰めてあげようみたいな、でも俺は言って言わないでねって言ったの、はい、そしたら言わないでは振りだと思ったらしいの、あ、彼はもう落ち込んでたと、うんうん、これはもう励まさないといけない、そうで、みんなでこう、はい、あれしてってか、そういう感じでおかしかった、そしたらどっぷりアスペルガーで、でも
その診断で分かってよかったのは、そっから仕事の内容を変えてあげて、もうね、そういうアスペルガーだったらアスペルガーとしての向き合い、うんうん、だからこっちはそれで理解できたから、あ、本当に作業を、うん、させるようになってから、うんうん、変わったね。でそいつさ、なぜかさ、一回また粗相して、大きな粗相して、はい、大きな粗相というか、自分がお金欲しいから他の不動産屋に値切り貸しのバイトしちゃったのよ。はいはい。したらそこにヤクザ入っちゃって、逮捕されちゃったのよ。え、値切り宅建のってことですか？そう。宅建のじゃない。賃貸の。ああ。でうちの会社もそこそこ多いから審査通るんだよ。はい。で貸しちゃって、したらそこにヤクザ住んでて、はい、なぜかいきなり逮捕されたの。しかもそれが会社の社員総会で。そいつに俺がバク転教えて、そいつがバク転披露してわーってなって、それテレビで忍ぶ24時ってもう、はい、もうゴールデンの番組に出た次の日だったの、はいはい、でどうしたもんかと、やばいなやばいってなったらいないんだよね、はい、そしたら実は逮捕されててってことで、そうそうそう、そんなね、あのトンチンカンのやつもいたっていうね。すごい話ですね。うん、その浜本さん、浜本さんはハゲてたんですか？浜本さんハゲてない。浜本さんハゲてない。浜本さんがっつりこう、こんにちはすぎてハゲてたらちょっとまた。浜本さんは体がでかいの。だけど上田さんも知ってるけど、すごいいいキャラなの。人間性としては本当最高なの。ちょっとその浜本さんエピソードまだまだありそうですね。浜本さんやばいよ。ちょっといっぱいありそう。え、ね、年齢はいくつなんですか？俺のね、7個下とか、8個下ぐらいかな。いいお産生、離婚して、ちゃんとでも養育費を払いたいっつって月々あのお金を積んでるし、うん、すごいいい子ですよ、うん、ちょっと浜本さん深掘りしたいです。ああじゃあ次回は、はい、お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。